昨日はねキングオブコントを見たんですよ。で、まあ今年のね。キングオブコント。 すごいですよね。<laughs> レベルがめちゃくちゃ高くてですね、本当に去年の優勝のジャルジャルが出てですねお、今年だったら僕ら優勝できませんでしたって言ってたんですけどもですね、それはまああのジャルジャルほどになるとそんなことはないとは思うんですけども、それを前年度の優勝の人が言うのもわかるぐらいめちゃくちゃレベル高かったですよね。すごかったなぁと思います。もう本当に日本の社長と <laughs>、あと空気階段のレベルの高さは何の とか他のもとりあえず全員レベル高かったんでいろんな配信サービスでこれから出ると思うんでですね、えー、今年は本当に見てください毎年毎年ね m 1はみんな見てるんですけどキングオブコントね割と見てない人が多いんですけどもやっぱりね4分間の演劇というような切り取り方で見るとですねすごい面白いですねとりあえずいろんなコンビやトリオがですねしのぎを削ってどのように見せるのかっていうのをやってるのがですね漫才みたいなあのいわゆるマイクが1本あってその両側で喋る というですね、ソリッドななっていうのかなすごい研ぎ澄まされたものとはまた違ったですねいろいろな作り方ができるのですごい面白かったですあのネタバレになるんでですねあんまり、あのー、中身のことが言えないんですけどとりあえずすごかったというところだけお伝えしたいと思いました最後ままで見ててくれてありがとうございますチャンネル登録もよろしくね